皆さんこんにちは。こんにちは。今日は端午のリバースアウトサイドスイーブルについて説明したいと思います。早速行ってみましょう。ゼロ、二、三、四、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。ゼロ、二、三、四、一、二、三、四、一、二。はい、一度踊らせていただきました。この今回の、リバースアウトサイドスイブルですね。ベーシックなんですけども、ポジションの変化が著しく変わって、あとは左回転という言葉があって、とても難しいフィガーになっています。多くの方がですね、バランスを崩したり、お互いに体がバッティングし合ったりというような症状が生まれてしまうと思います。まずその症状をお見せしたいと思います。ゼロ、二、三、四、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。というふうに、アウトサイドのあたりで2人の位置関係が離れてしまうという症状がよくあると思います。ゼロ、二、三、四、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。はい、今、お見せした通り、よく離れてしまうっていう症状、そして次のステップにつなげられないっていう方が多いと思います。今回のこのリバースアウトサイドスイブルで、説明したいことというのは、2つあります。まず1つ目は名前から、踊りやすさを追求してみましょうというのが1つ。そしてもう1つは男性側にあるんですけども、男性の3歩目ですね、3歩目の左足に気をつけて踊ってくださいというのがポイントになります。もしよかったら最後まで見ていってください。はい、それではまず一つ目、名前から解説していきたいと思います。ステップの名前はリバースアウトサイドスイブルになります。難しく考えずに、名前の通り順番にステップをこなしていくと意外とうまくいくかもしれません。リバースをしてアウトサイドをしてスイブルをしてあげる。どうしても、最後のこのスイブルのとこですねに力を注ぎすぎて、最初の左回転とか、アウトサイドパートナーにしっかりとなることをおろそかにしてしまうことで、ばらつきが出てしまうっていう可能性があるので、まずは左回転、そしてアウトサイドを加えて、その後スイブルというような感じでやってみてください。一度お見せしたいと思います。組んだ状態から0、2、3、4。はい、ここから、リバースアウトサイドスイブルのリバースをやってみたいと思います。最初はリバース。はい、この動きになります。もう一度。リバース。次、アウトサイドも加えていきます。リバース。その後、アウトサイド。もう一度。リバース。ここまではクローズポジションになっているので、急激にアウトサイドにならない方がいいと思います。そこからアウトサイドになってあげる。リバース。ここまではクローズになっています。リバース。リバース。その後、アウトサイド。続きまして、スイブルまでやってみたいと思います。ゼロ、二、三、四、リバース、アウトサイド。このアウトサイドパートナーになったときは、男性右足、女性左足の状態からしっかりと体重移動をすることを意識してください。この時に男性は後退になるので、感覚的には後ろに椅子があって、その椅子に座りに行くような動作、ちょっと股関節とかを曲げてあげるような動作があるといいんですけど、リードしなきゃと思って骨盤が入ったままでいると女性は次のスイブルに入りづらくなってしまうので、しっかりと
まあ、でっちりと言いますか、股関節をしっかりと畳んであげて、スイブルの環境を作ってあげるのがポイントになってきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今のように、名前からですね、しっかりとリバースをして、アウトサイドをした後にスイブルをするっていう風に、しっかりと順番を作ってあげると、動きがクリアになると思うので、まずはですね、その順番通りにやってあげるっていうのを意識して踊ってみてください。はい、続きまして、ポイント2つ目ですね。ポイント2つ目は、男性の3歩目の足に気をつけてくださいということでした。3歩目の足というのは、左足になります。一度お見せしたいと思います。0、2、3、4、クイック、クイック、スロー。はい、この男性のこのアウトサイドパートナーになる時の左足なんですけども、左回転までは皆さんなんとなくできるんですけども、この後のアウトサイドパートナーで、今だったら向こうの方に進むんですけども、進むのを意識しすぎて、アウトサイドパートナーになっている女性から離れる方向にアウトサイドになってしまうと、その後のスイブルというものがとてもやりづらくなってしまいます。別角度からお見せすると、0、2、3、4、クイック、クイック、スロー。はい、今のように男性の左足が女性から離れていく方向にアウトサイドをしてしまうと、スイブルは全くできなくなってしまいます。ここで重要になってくるのが、先ほどポイント1個目で教えた通り、リバースアウトサイドスイブルなので、最初のリバースをずっとやり続けながらアウトサイドをやっていただきたいんですね。なので、先ほどの方向から、解説していくと、0、2、3、4、リバース、回転を継続したまま、こちらの左足がこちらではなくて、こちら側ですね、女性の方にラウンドしてあげながらスイブルを行ってあげるというのがとても重要になります。0、2、3、4、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、0、2、3、4、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はタンゴのリバースアウトサイドスイブルを説明させていただきました。ポイントになってくるのは、名前から、順番にステップをやっていってくださいということと、二つ目は男性の、左足ですね、三歩目の左足の、方向に気をつけてやってくださいということがポイントになってきます。このリバースアウトサイドスイブルはクローズから入りますが、バリエーション的にはセイムフットから、入ることも可能になります。セイムフットから必ずクローズに戻って、結局は、リバースアウトサイドスイブルに入るという形になるので、まあ、どんな形から入ったとしても、今のリバースアウトサイドスイブルっていうのをしっかりと、理解しながら練習してみるといいと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。それでは皆さん、頑張ってください。